はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。人気の SBI V S&P 500が低コストって聞くけど、実際どうなの?という方にお話しできます。この質問はよくもあるので、気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では、SBI V S&P 500の直近のコストが驚くほど安いので紹介します。投資初心者の方向けに、わかりやすくお話ししていきますので、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねをお願いします。それでは早速、見ていきましょう。では、このパートで SBI V S&P500 の実質コストが年 0.105% という話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。SBI V S&P500 の直近となる第2期での実質コストは年 0.105% と驚くほど低い手数料だった。直近期の実質コストで比べると EMAXIS SLIM 米国株式が年 0.124%、 楽天 VTI が年 0.187% だったので、 SBI V S&P500 のコストが最低水準であることがわかる。ただし、楽天証券では買えないので、SBI 証券ユーザーなどは、SBI V S&P500 を選んでいくのはいいと思う。この結論をもとに、SBI V S&P500 のコストの安さを丸ごと解説するので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、SBI V S&P500 の人気が高いです。まだ運用が始まって2年程度しか経っていないんですが、EMAXIS SLIM 米国株式と並んで人気の米国株式の投資信託になっています。ちなみに SBI V S&P500 は楽天証券では購入できず、 SBI 証券やマネックス証券での購入になるので注意しましょう。 SBI V S&P500 の投資先のイメージもお話ししておくと、 S&P500 指数の構成は米国を代表する企業500社で、米国株式市場の時価総額の約 80% を占める大型株なので、いわゆる大企業に分散投資を行います。SBI V S&P500 だけでなく、EMAXIS SLIM 米国株式も、この S&P500 指数に連動していると思えば OK です。一方、米国株式の代表的な指数には、CRISP、US トータルマーケットインデックスと呼ばれるものもあり、小型株まで含めた米国企業約3500社に幅広く分散投資ができます。有名どころだと楽天 VTI はこの指数に連動しています。じゃあ SBI VS&P500 の手数料を見ていきますが、前提として投資信託の主な手数料は大きく分けて4種類あると思ってください。まずは購入時手数料。これは買った時にかかるコスト。次に信託財産の留保額。これは解約時の迷惑料とも言われますが、投資信託を解約する際に支払う費用です。そして信託報酬。これは毎年かかってくる手数料で、とても大事な保有コストになります。これらは投資信託の説明書として、事前に読む目論見書に記載されていますが、しかし最後の隠れコストがちょっとわかりづらく、実際の運用後の運用報告書でチェックする必要があります。この投資信託の隠れコストについては、概要欄の関連動画を見てください。最近の低コストの投資信託では、購入時手数料と信託財産の留保額はかからないケースが多いので、目論見書では信託報酬をチェックするようにしましょう。SBI VS&P500 の信託報酬は年 0.0638% ですが、別途投資対象とする商品への経費として 0.03% がかかるので、合計で年 0.0938% になっています。この別途かかってくる経費 0.03% は次に紹介しますが、信託報酬が 1% 以上を超える投資信託もザラにあるので、SBI VS&P500 の信託報酬は十分に安いことがわかります。SBI VS&P500 がどんな仕組みになっているかは、目論見書に書いてありますが、こちらのバンガード S&P500 ETF と呼ばれる米国 ETF に投資をしています。このバンガード S&P500 ETF は、
VOO と呼ばれる米国 ETF ですが、年間の保有コストである経費率が年 0.03% であるため、 SBI VS&P500 の実質的な信託報酬に上乗せがされているという認識で OK です。信託報酬を含めた実質コストは運用報告書を見ればわかりますが、直近の第2期だと 0.075%、 これに先ほどの VOO の経費率 0.03% を加えて、実質コストは年 0.105% となりました。ちなみに1期目は年 0.11% 程度だったので、前期よりもさらに下がっていることになります。仮に SBI VS&P500 に1万円を投資しても年間で10円程度のコストしかかからないので、驚くほど手数料が安いことが伝わるかと思います。またコストが安いからといって SBI VS&P500 の運用実績も申し分がありません。こちらは運用報告書における SBI VS&P500 とベンチマークにしている S&P500 とのリターンの差ですが、 SBI VS&P500 の第2期の騰落率はプラス 40.1% で、ベンチマークとなる S&P500 指数 MBS でも同じくプラス 40.1% だったので、両者に乖離は見られなかったため、問題なく指数に連動していることもわかります。そうしたら他の米国株式の投資信託と実質コストを比べて終わりとしますが、主要な銘柄である EMAX Slim 米国株式と楽天 VTI と比較をしています。まず SBI VS&P500 の信託報酬は年 0.0938%、 実質コストは年 0.105%、EMAX Slim 米国株式は信託報酬が年 0.0968%、実質コストは年 0.124%、 楽天 VTI は信託報酬が年 0.162%、 実質コストは年 0.187%。 実質コストは毎年変わってはくるんですが、直近期だと SBI VS&P500 が最も安いことが分かりました。ただしそうは言っても EMAX Slim 米国株式と楽天 VTI の実質コストも十分に安いので、これらの銘柄ですでに積み立てをしている場合はそのままでもいいと思います。僕も楽天証券を利用しているので EMAX Slim 米国株式の積み立てを続けていますが、 SBI 証券ユーザーの方なので、これから米国株式の投資信託に投資するなら SBI VS&P500 を選んでいくのはいいと思います。では最後に本の紹介となりますが、投資をゼロから学びたい方は、自分が熱意を込めて書いた書籍、資産形成1年生をぜひ参考にしてください。投資において非常に大事なリスクとリターンの基礎知識や、年間のリスクを下げるための長期運用の考え方などを丁寧に紹介しています。概要欄に本のリンクを載せておくので、ぜひ投資を一緒に学んでいきましょう。はい、では今日のまとめでーす。SBI VS&P500 の直近となる第2期での実質コストは年 0.105% と驚くほど低い手数料だった。直近期の実質コストで比べると EMAX Slim 米国株式が年 0.124%、 楽天 VTI が年 0.187% だったので、 SBI VS&P500 のコストが最低水準であることがわかる。ただし楽天証券では買えないので、SBI 証券ユーザーなどは SBI VS&P500 を選んでいくのはいいと思う。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram の DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。